みそのチャンネルをご覧の皆様、どうもジーニーズでーす。でも全員わかるよね、誰やねんって人は一応一人もいいと思うねんけど、こちらの株主だから。ちなみに誰ですかね。あ、自己紹介していいですか。あ、いいよいいよ。じゃあマッピーから、ナリマッピーから行こう、うん、私、ラーメンつけ麺、僕イケメン、カノエイコです。よろしくお願いします。いや、すっごいよ、ほんとに。ロックオーマーチのカノエイコさんもちょっとさ、ここ書いてるやん。ちょっと横さ、ちょっと見えたいけど。あ、ここ、うん、見せてこれ、すごい雑。あの、顔が大きい大きいから、ピンコーさんみたいな。でピンコーさんもできるんだよね。ねえ、やめてもやだの。ねえ、やめてもやだの。やだ、すごい、なんでもできちゃう。でも普段はね、EXILE のアツシの名前とかね。あと、まあ、テレビで一回も出したことないですけどね。一回も受かったことないけどね、EXILE で。まだ海の声とか、あとね、湘南の風のハンク。そうだよ、二人だよ。そう、やってたんだよ。で、本人とも共演してる。どう、公認もらえた？もらえてないんですよ。あんだけ聞いてんのに。このままでさせてくださいって言ったら、本人が、あ、ダメだね。生放送だからチャンスだと思って、あの、間ができる瞬間に全部公認は。そしてゴールデンボンバー決めちゃう。笑っちゃってるよ。普段歌歌ってるから、めめしくてとかで普通に喋りどうやって言ってる。確かに確かに。ああ、初喋りで参加するのは。しかもこれほぼほぼ出落ちですからね。確かに確かに。でもめっちゃ似てるね。本当ですか。今日あのみそのチャンネル出させていただくってことで、あの、何のモノマネしようかなってすごい自分の中で考えてたんですよ。で、僕結構女の人のモノマネとかやるんで、そうなんですよ。だから小林幸子さんとかで出てやろうかなと思ったんですけど、前みそのさんとお会いした時に、女装がジュンジュンはめちゃめちゃブスだって言われて、親の前で。あれ、男性の時はかっこいいのに女装したらブスやねね、お願いね、そのフォローになってます。いや、フォローやわ、めっちゃ面白い。だってのすけとか絶対可愛くなるやん、はいはい、男として綺麗やから、ね、男として綺麗やから。でもジュンジュンは汚いのか、うん、なんかなんだろうね。なんかモヤモヤしますね。まあ、見た目のことじゃないから。え、リューチェルじゃなかったっけ、見た目で言ったら。あ、リューチェルもやってます。ちょっとね、あんまり、見た目が30点っていろんな人に言われて、声はせっかく似てるのに声70点ぐらい。みんな元気、ジェルジェルランドの王子様、リューチェルです。ジェルジェルビー、似てる。もうね、もう7色の声持つ男ですよ。もう喋るとポンコツなります。オープニングから伝わってるから。じゃあ後でゆっくりやってもらわれやってもらって、そしてマーラ。はい、もうこれ100点。ギャップの魔術師ですね。だって、よ、もう言っちゃうか。二児のママ、その、まあ、二児のママって言ってもね、もう上の子が22歳とね、下が19歳とかいないんですけどね、一緒にね、人生やり直してます。もうだから育っちゃったんだよ、もう。育っちゃった。子供も育っちゃった。育って終えた。孫待ち。じゃあ、孫待ちのキャリーちゃんやじゃん。でもさ、本人ともさ、うん、こっちも今年はね、ちょっとキャリーちゃんと接点が割とあって、テレビでも共演して、で、キサラにがね、出演してるお店にも来てくださって、その後またキャリーちゃんの特番に呼んでくださって、すごい、ありがとうキャリーちゃん。どこに対して言うてんの。多分キャリーちゃん見てない見てない見てるかな、キャリーちゃん。これ一回もリツイート見たことない。そして我らがジーニーズでございます。声は喋るとおっさんで、みそのも一個下なんだ。そうなんだ。でもずっとジーニー堤さんって言ってる、うちは年下やのにあんま言えへん、なんかジーニーとかすげえ仲いいのに。でもあの、要望はすごい来るんだけどね。ジーニーさんっていう呼び方がジーニーさんっていうだけで要望はすげえ来るんだ。今日の要望お伝えしましょうか。今日の要望、ごめん、朝11時にタクシー要望よ。俺に LINE する暇あったらタクシー会社に電話するよ。でもだって一番仕事みんなに振ってくれたりさっていうのもあるし、で自分もテレビにも出つつ、キャスティングもやりつつ、でも町田で飲食店もやりつつ、だからその宣伝してよ、するからね、画像とかちょうだいね。お願いします。そう、ありがとうございます。ジーニーズ、町田のジーニーズに行けばみんなに会えますから。そうです、はい、過去最多来てる芸能人ですからね。
通に飯食いに来るだけとか、確かにショーを一番前で見て、誰よりも一番ね、バラエティー色強く見るのよ。ずっとこのテンションであはははって見るから、周りの人たちがみんなみそのを見るっていう事態が起きる。なのでじゃあ早速ちょっと一つ一つね、やっぱ得意なやつ、自分の得意なやつ、そしてみそからのリクエストでちょっと全員やってもらいたい、うん、まあ、ちょっとこの登場の時にパッとやっていきたいのもあるんだけど、見た目だけで一応だって、見た目にね、付随してるものがあって、はあはあ、実はうちね、あのモノマネ業界初の二人羽織モノマネっていうのやってる。まあ、俺、春菜さんもそっくりだから、うんうん、だからちょっと、ちょっとラーメンくださいって言ってみてもらっていい、うん、ラーメンください。いや、加藤の拓造じゃねえよ。いや、加藤の拓造じゃねえよ。なるほど。顔と声を分けるという、まさか男性で出ないでしょ、近藤春菜さんの声。じゃあもう早速やってもらっていい、ドラえもんとサザエさんシリーズちょっとやって。ああ、いいですか、ドラえもんとちびまる子ちゃんシリーズでもいい。じゃあちびまる子ちゃん、長澤くん、藤木くん、山田くん、浜地、丸尾くん、花輪くん、浜ちゃん、丸ちゃんいきます。強いっす。藤木くん、君は全く卑怯者だね。なんで急に、ひどいじゃねえか、長澤くん。おい、じゃあみんなでドッジボールしようぜ。ズバリ、それはいい考えでしょう。僕もマジでくれたまえ、ベイビー。まるちゃん、私たちも一緒に遊ぼうよ。あいたし、いいよ、たまえちゃん。おー、半芸続くアニメちびまる子ちゃんでした。すごいな、まるちゃんちょっとおばあちゃんすぎ。あいたし、いいよ。そのちゃんのいいところなんですけど、似てないとこはちゃんと似てない。これ似てへんとかめっちゃ言うんですよ。いや、それ以外がだってもう100やん、100点やから。続きまして、あ、いいですか、じゃあドラえもんも、はい、ドラえもんはジャイアン、のび太くん、ドラえもん、しずかちゃん、ジャイアンのお母さん、2人ともいきましょう、はい、マジ、のび太ちょちょちょ、ジャイアン助けて、ドラえもん、どこでもドア、ありがとう、ドラえもん、ところにガチャリ、いやー、のび太さんのエッジ、おい、のび太、俺にも覗かせてくれよ、いやー、たけしさんもエッジ、こら、たけし、あんた、何してんだい、ガチャ、やめてくれよ、いちん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 、ありがとうございます。すごい、のび太さんのエッチがこんなに似合うやつ、あとドラえもんが一個前のドラえもん、はい、大山のちなみに女性のみそのさんまで、いや、のび太さんのエッチっていうとどんな感じになるって、ほんまでうまいですからね。そうだよ、はいはいはい、どこでもドアでガチャリって、あ、どこでもドアでガチャリ、しずかちゃん、いやー、のび太さんのエッチ。じゃあマッティ、マッティに振ります、してあげて、え、マッティに振ります、いや、うちマッティのやっぱり海の声聞かせてもらっていいですか。あ、はい、空の声が聞きたくて、風の声に耳すばせ、海の声が知りたくて、君の声を探してる、お父ちゃん。全然面白くない、似すぎてて。僕だけモザイク出る。海の挿絵みたいなの。あ、海のあれじゃない、しばらくお待ちください、海みたいなやつね。やっぱやってもらう、お、何がいる、やっぱり、あ、いや、一緒に投げてさ、やっぱ導入をもらうためにさ、みそのチャンネルもしかしたら見てるかもしれない。みそのチャンネルの視聴者数みんな見てるから、うちからも言ってあげるから。お、じゃあ湘南風の半、湘南風の半、いいです、はい、目を閉じれば奥さんの星、一番は光る前がいる、初めて一途になれたよ、夜空へ響け愛の歌、はい、うまい、全然面白くない。もうどうしよう、次出て、この辺またモザイク、次は何の差しを入れる、再生回数とかさ、めっちゃバズらせよう頑張って、そしたらハンクがさすがにもう認めざる覚えへんくなる、そうっす、認めざるです、認めざるです、はい、じゃあ、じゃあ、また、は
はい、うちはマーナー、まあ、キャリーももちろん似てるし、うち一緒にね、フジテレビでキャリー対決一緒にやらせてもらって、キャリーとね、そう、うん、でもやっぱりね、工藤静香が言いそうな何だっけ、何、工藤静香が本当に言ってたこと、食べ物についてよく語る工藤静香、いいですか、ちょっとお願いします、グリーンカレーについて語る工藤静香あのね、ココナッツがカレーに入るとかわかんない本当に大好きだからできるんだもんね、もう大好き、工藤静香が大好きでリスペクトで、これ見てるかもしれない、見てるかもしれない、多分全曲全部見てるんじゃないかなと思うんですけどね、でちなみになうちそのマーナーのな、愛子さんが見たすぎてな、はい、あのアメーバ TV もクリックしたわけよ、うん、したらさ、やっぱりさ、うん、あの音がやっぱ使えへんかったのかな、はいはいはい、こう無音のしか見れへんかったわけ、はいはいはい、はい、それ今見れたりするの、本当ですか、愛子、愛子、あーわーわーらちゅうげーへーあい知ってるそんな動きめっちゃしてるから、でもなうちアイコ大好きやねんけど、うん、めっちゃ似てるわ、出たーボーイフレンドやんな今の、そうです、あーほら曲当てとかじゃないからイントロドンじゃないから、これ大体ほら視聴者数がさ大体もう毎回10万とか超えてきて、最近アレクサゴン企画は10万超えれますね、その10万人のうち6万人ぐらいが芸能人なんでしょこれプロデューサー陣が8割見てるってことじゃあ、うん、ラストジーニーさん、はい、もうこれはもう鉄板もんがまずディズニーから、ディズニーね、はい、いろんなキャラクターやってるんですけどね、はい、まあ、ミッキーとか、グーフィーとか、うん、ジーニーとかね、いろんなやってるんですけど、ははっ、やあみんな、今日は来てくれて本当にありがとう、あいよ、いいよ、みんな会えて嬉しいよ、どうも、僕はラプロセのジーニーさんです、こんな友達いるはずない、あはまあね、いろんな少なめ、ちょっとね数よりも新しさいこうと思って、えお、この今最近公開されたばっかりの映画アラジンのセリフを今入れておりますよ、早い、いつもそれ頑張ってるよな、一番最初にやるんだって言っていつも映像見てるもんな、あの映画公開初日に多いと6回朝から晩、もうその日開けといて、もう同じ映画を朝から晩、これ和訳で見てるね、やっぱモノマネをするのに、うんうん、歌の歌詞をやっぱりその実写とアニメで変えなきゃいけない僕で、俺たちが聴いて育ってきた歌じゃないのよ、それがやっぱりこうどうしてもちょっと違和感もあり、例えばあの「ヤマザボス大将キング」ってすごいいい感じにハマってる、ハマってるハマってる、ヤマザボス大将王様キングの3文字に「王様」って言えるからあれなんか歌統一してくれたら歌はもっと流行りそうなもんね、やっぱりそのアナと雪の女王とかがいつか実写化された時に、うん、ありのーじゃなかったらちょっと、うん、ジーニーさんも現地の予想しているの自然滞納でな、この間な、うん、ジーニーさんがやってくれた主催のライブイベント、うん、うち感動したよ、名古屋でね、うん、ジーニーズエンターテインメントのモノマネ地方公演やって、うん、1、2分満席よ、満席しかもみんなの立ち見、そうで、ダンススクールとねコラボしてるちょうど、うん、まあうちはねそのちあれやったけど、でもマーナはさずっと踊ってたわけよ、今さ若い子でも踊りながら歌うの無理よ、うん、息上がるよ、でうちでも5分兄ちょっとさ、うん、子供たちとやった時に、うん、5分でももう息上がってたわけよ、それをメドレーにして、しかもうちは抜きながらさこうちょっとこう振り合わせるぐらいだけどさ、うん、がっつり踊ってて、うん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 、それでね優しい、なんかやる気出てきたあ、うちじゃあミニオンのモノマネしていい、お、突然かわいい1回だけ、あのだからこんだけモノマネされたらやっぱうちもそう1個ぐらいです、ね、はい、みんな目つけてな、はい、ババババママママです。何やってる？味噌の何やっても味噌のせい。え、うち要素あった？ママ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 。それまでそれまで。あ、ここいい。ママ。やっぱ高い声出すとわかるか。多分高い声出ちゃう。気づくで。ババ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 。あ、もう大丈夫大丈夫。
チ今度はオンチになってる。でもみんなみそのやと思って自分がマジで辛いから。どういうこと？ね、違う違う、みそのがみそのを消すことがどれだけ大変なことかみんな味わってほしいよ本当に。消そうとはしてるんですか頑張って。してるよ。いやモノマネとかもねプロ番組で確かにめちゃくちゃ頑張って練習してる。そうだからキャリーちゃんの時とかもめっちゃやってるのに、うん、ツイッターはみそのみそのそれだけでも周囲にだからもうみんなこの声が認知されてるってことそれは嬉しいことでもありますでみんな言うやん売れてへんねん売れいや本当に言ったでも少なくともナリマッティの前で言わないでくださいでもみそののモノマネもしてますからねそうこの間な新しいやつだよ新しいみそのえ見た見た見た新作ポテトチップスの小池屋さんについて語るみそのちゃん小池屋のポテトチップスいっ一回も食べたことないんだけど、こいけやの。それみそのちゃんでる。でもあれは好きだな、キケチップスいっぱい。ほら、やっぱな、身内にはいい好評やね、食べ物シリーズ。気になるよ、やっぱり。だからやっぱりね、みそのチャンネルは業界人か。業界人か。友達だけで成り立ってます、ありがとうございます。じゃあ俺がちょっとね。ちょっとじゃあ伝授してよ。ディズニー。そう、まあいくつかあるのよっていうね、同じやつがっていう例で、そのティモンのね、あの「くんのはくのまたた」っていう声と、はい、あのレックスの「くんのバズいきなり話しかけないでよ」っていう声はほんまやじゃあディズニーディズニーやってんのはじゃあやっぱティモンとレックスだけなのいやとかあとね山寺さんはもちろんいっぱいやってるわけよおい面白い分かる面白い分かる山寺さんの声とまるっきり同じ声が出せればいろんなキャラクターももちろんできるわけじゃあちょっと山寺さんシリーズやってちょっとうん、お山寺さんオンリーでディズニー縛りただねあの声が全く違いすぎてアンパンマンのチーズもだよねそう、うん、そうそうカバオくんもねこれ誰がやっても一緒なんだよお前らがやれって言うたんやお前らがやれって言うたんやあとカバオくんはカバオくんアンパンマンこんな感じやったことないあやったことないんですか手出しへんやんそうあのどっちかっていうとねアンパンマンはジャムおじさんの声ができるとマスオさんができるっていうのがあってマスオさんのチョコジュンジュンはやっぱりあれ僕やってないあやってないんだじゃあちょっとジーニーさんお願いしますそうねアンパンマン新しい顔だよっていう声とええささササエっていう声を全く同じほんまやほらじゃあちょっと特集ぶらり旅からぶらり旅からのね袋のおじいちゃんうんぶらり途中下車の旅の声と、うん、ああそこにおいでの人間の皆様森の仲間がスプラッシュマウンテンと呼んでいる森に迷い込みなさったねでこれ同じ声だ、うん、スプラッシュマウンテンのあの中のメニューにのってやつ Always pretty, laughing face Always trying to laugh みたいなわかるやろめっちゃわかりますスタッフの声いきなり年パス持ってるスタッフね俺ホーンテッドマンションで通常版とまあハロウィン版があるんですけど通常版の時に、まあ、よくねマンナさんとのディズニーに行くんですけど、セリフを多分覚えてるんですよそれを入って、まあ、練習のためにこう自然と言っちゃう、うん、扉一つない部屋に身の毛もよだつ不気味な響きが館の中に広がる、うん、それをこの間言ってたら目の前にいたカップルの女の人が多分初ディズニーだったんだろうねうんすごいこのアトラクション耳元で喋ってるみたい喋ってんだけどね全く同じセリフ同じタイミングで俺が耳元で言ってるんだからすっごいキョロキョロして耳元で喋ってるみたい逆にジーニーさんがそのディズニーのモノマネを僕らの前でやりすぎて僕らがジーニーさんのいないところでディズニー行ってもずっとジーニーさんの顔が頭の中に出てたら僕らのあるあるだと思うんですけどっていうかこっから見たらめっちゃブスやねでもソングジュージュはめっちゃうまいですからあのちょっとじゃあ女性モノマネ歌の歌の先生、ああ、そうですね。じゃあ小林幸子さんいきましょう。はい。じゃあ小林幸子さん。これ小林幸子さん見てくれると思う。なぜならばうちは小林幸子さんめっちゃよくしてもらってるから。おお。ちなみに今まで小林幸子さんからの反応は？今までよくない。でもあの本当よくしてもらってるから。あ。のすけもご飯連れてもらったし。本当ですか？うん。ちょっとじゃあ小林さん送ろうこれ。はい。代表作思い出酒じゃあ少し。あの人どうした
ているかしら。噂を聞けば会いたくて思う。ちょっとキー分かんなくなってきた。でもめっちゃうまい、めっちゃうまい。ちょっと氷川きよしでちょっとカバーしといて。あ、わかりました。これ氷川きよしも見てくれると思う。 お姉ちゃんがめっちゃ仲いいから。いきましょう。いきますよ。完全に不可…ちょっと待ってくださいね。音がないと。あ、できひんねや。お前、ナリマッティのことバカにしてたけど、ナリマッティの方がアカペラで歌うまかったから。キーでも別にいいんじゃない？どう？チャ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 。はいってね。まあ、似てれば、そうですか。全然、ちょっと。長ちん。真面目か。完全に吹かれて花が散る。雨に濡れても花が散る。そいとほの呪いつか散る。同じ定めの恋の炎。うまい。これ今日の動画のバズり方わかった。何？今日俺らの口から出た芸能人の名前全部ハッシュタグですけど。いいよ。なるほど。あ、確かに出てるのかって思われるから。確かに確かに。俺らモノマネ芸人だから人に乗っかれないとね。確かに確かに、うんうんうん、だからもうキャリーパミパミとか、うん、でもさ、まずディズニーでバズるんじゃないの？ディズニーファンなんてもういることやな、うんうん、そうね、だからもうディズニーファンはね怖いからね。そっか、本当ね。逆に厳しいの。なんかあった。真面目な話になっちゃった。なんかあった。すげえ怖いの。今までね、3、4回ぐらい炎上してるんですけど、うん、まあいろんなことでね、うん、炎上するたびに大丈夫や、うん、俺にはみそのがいるって思う。うん。みそのに比べたら俺なんて。一時期みそのか ABC マートかぐらいだったでしょ、閉店セールみたいな。でもやっぱ歌詞を書いて自分で曲作って子供みたいな子が受け入れられないんだったら、もうこの生みの苦しみもあるからもうアーティストとしては活動しませんっていう意味で言ってたのに、もうみんなはね、やめね、そうそう、切り取ってね。だから大丈夫です、俺の先輩はもう、みそのさん、あー、でも今全国が亀田浩二だって一時期は日本からお前何してねんって言われてた。あったあった。今はやっぱりみんな、あ、亀田ってやっぱ芯が通ってる、うん、やっぱなんかちゃんとした活動してたらいつかそう逆転するんだなって、うんうんうん、めちゃくちゃいいこと言ってたもん、うん、オセロ全部食らったの最後一個いいことしたそれが全部ひっくり返るから、うんうん、うちそういう歌詞書いてました、うん、おブラック&ホワイト聞いてください、どうぞ。ということで今回はジーニーズの皆さんが来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。終わり方よ。サイン入り私物は、ジーニーつつみのバッチ、はい、プレゼントしてくださいますので、はい、1人1個ずつ書こうか、サインを。はい。で、うん、ジーニーつつみの缶バッチに他の人のサインが出るわけですね、はい、5個用意してください。5個用意して、で、1名様にプレゼントします。おセットで、そう、うん、で、並べて、うん、はい、飾ってください。もうこれ応募数少なかったら本当困るからね。確かに、欲しくなくてもとりあえず応募はしてほしい。確かに、僕のやつだけ捨てないでほしいです。何やったらあれみたいなね。え、でも言うてもこの間出てたからね。確かに。いやでも世の中の人に、歩いてる人にナリマッティ知ってるとか、ほらあのカノエコのモノマネしてる人でやっぱ伝わらんのよ、うん、ミスター社長子知ってるわ、ダッコさんのモノマネする人は伝わらんの、うん、あー、なるほど、確かに確かに。で、巣も出てるしね、最近坊主にしてね。そうそうそう、ただ、じゃあチャンスかもしれないね、今回は。アン君見てるしね。うん、じゃあ要はあの、いつもリツイート数がすごすぎて、うん、もう当たらへん当たらへんって文句言われるから。なるほど。だ、多分今回のは過去一で少ないと思う。当たる可能性、当たる可能性で言ったら過去一で。そんなこと言わないでください。みそのちゃんのサインも入れてくれるでしょ。入れます。そしたら大丈夫じゃない。そうですよ。この間一緒に仕事で行った時にもらったサッカーのユニフォームもうサインしてあげてたから。早いと思って。仕事上からもらってさ、会社の名前まで入ってるやつ、ね、サインしてもう、ね、もう私だ、宣伝しとこうと思って。まず、みそのが、まず何の仕事してんのか、今何してんのかとか、こんなに忙しいって言ってるけど、どうやって稼いでんのか、ね、そう、そう、まずそれで、こんな仕事しますよっていう宣伝、プラスアルファ、うん、うちが大切に保管してても、うん、その相模原だったり、住宅情報が伝わらへんと思って、うん、宣伝の意味も込めてね。込めたの。なるほどね。なるほど。で、再生回数がいけば、うん、ね、その2個、サッカーも
宣伝できるっていう。そうね、ジーニーズ来てほしいですよね。まあそうですね、はい、町田に来た際にはモノマネも見れて美味しいご飯食べれますので、うん、ぜひ町田の際にはジーニーズやってください。そしてみんなにも会いに行ってください。ということで、みそのチャンネル、今回はジーニーズの皆様でした。